はい、皆さんどうも、ミサローです。今回からポケモンカードを GB やっていきたいなと思います。Wii じゃないですね。3DS の VC 版バーチャルコンソール版です。一応これ、ね、続きからでね、2時間だけやったあれがあるんだけど、まあ最初からやりたいと思います。これマスターメダル0枚っていうのは、マスターに戦える状況ぐらいに、じゃあ後で一気にまとめて戦おうかなって思ってた感じだったんだけど、まあ初めからやっちゃいましょう。まあ全然やってないんでね。みだろうさん。みずたろう。まあ、かなり昔やってたゲームだからね、どうしても、動画したかった。みたろうはポケモンが大好きです。最近ポケモンカード集めるのに夢中です。ある日みたろうはこんな噂を耳にしました。4人のグランドマスターが持つ伝説のポケモンカード。それはポケモンカードゲームの最も強いものが持つカード。そしてグランドマスターたちはカードを継ぐものを探していると。どうしても伝説のポケモンカードが欲しくなったみたろうは、ポケモンカードゲームの研究者ドクター大山を訪ねました。動機が不純だよね。カードを欲しくなった、ナンバーワンを目指したいわけじゃなくてカードが欲しいからって。今歯磨きしてたら盛大にむせてちょっとねおかしいんだよね。おう、ミサロではないか。どうしたのかい、そんなに慌てて。何、ポケモンカードの遊び方教えてほしいじゃと。ようやくお前もカードで遊びたくなってるじゃん。カードを集めるより遊ぶ方がずっと楽しいと。対戦相手がいればな。まずは練習用のデッキでやってみるといいだろう。このデッキをお前に貸そう。あとは相手じゃが。おい、ミガサ君、ちょっと相手をしてやってくれ。はい、ドクター大山。よろしく、ミサロ君。さあ、実際にやってみよう。いや、実は3年ぐらい前に、実況で断念したシリーズのうちの1本にポケモンカード GB2 ってのがあるんですよ。だから先にそれも、今そのうちのね、4つぐらいね、断念したシリーズがあって、そのうちの2つはやったんですよ。マリオ RPG とマリオテニスアドバンス。あとやってないのがポケモンカード GB2 と、ゼルダの伝説4つの剣かな？プラスじゃなくて4つの剣のあのゲームキューブ版がなんだけど、そこら辺断念しちゃってるから、そこら辺はね、聞くことはない。まあ大体知ってるでしょ。習うより慣れろじゃん。実際にやってみよう。今と多分全然違うと思うんだけど、今も、俺今のルールをあんまり知らないから、説明書ないです。練習なので山札を切りません。お互い7枚ずつ引きます。まあチュートリアルなんで決まってますね、やり方が。バトル場に出す種ポケモンを選んでください。手札を7枚引いたら相手の準備。バトル場にセットするポケモン手札から選ぶじゃん。この時バトル場にセットできるのは種ポケモンだけじゃから、トサキンとかヒトデマンだが、ここはトサキンとセットじゃん。まあこれセットできるのは種ポケモンって言ってるけど、種ポケモン扱いになるトレーナーカード、どっち言ってたっけ？おっと失礼、聞いてなかったよ。何かの化石とかもね、全然出せるんだけど。まあ、種ポケモン扱いになってるからだね。はい。出すポケモンがいないときは B ボタンを押して終わり。はい。サイドカードを2枚セット。こういう投げで先行を決めますが、これは確実に先行です。2になるとあそこのコイン変えられるんだよね。ポケモンの技を使うにはエネルギーが必要なんじゃ。メニューの手札を選択、水エネルギーを得る。なんか最近復刻でさ、この昔の旧型のポケモンカードがさ出たんだよね。でもちょっと現代版に直ってるから技とか HP とかが変わってたはず。威力とかがちょっと底上げされてるんだよね。だって昔はさ2枚で30とかのレベルなのに、今2枚で50とか、1枚で進化後とかだったら1枚でさ40、50とか平気で出すじゃん。メニューの技を選んで、スノデスクを選択。はい。はい、ヒトデマンですね。ヒトデマンじゃない、トサキントですね。はい。だから昔のこのワンリキ1枚で20とかいうのが相当強いんですよ。ワンリキは等エネルギー1枚で、ケタグリの20ダメージを打ってきます。これ相当強い。あんま1枚で20がいないんですよね。下手したら2枚で10とかもあるから。アズマオにトサキントを進化。進化することによって HP も40から70にアップじゃ。アズマオの滝登りを使うにはエネルギーが足りない。ここは超エネルギーをアズマオにつける。無色はどのエネルギーでも OK。これで滝登りが使えるぞ。他のポケモンにも使う未熟エネルギー、ミジマルは取っておこう。はい、滝登りを選んで、超エネルギーをつけて、ヒトデマンに水エネルギーを使うから、ここは、ってことですね。滝登り。2枚30は優秀ですからね。コラッタね、コラッタも強いんですよ。HP30 しかないけど、やっぱ1枚で20っていうのは相当強い。ただ、ワンリキと8あったら、ケタグリ一発で死ぬっていうね。そこだけちょっと怖い。ワンリキほんと強いんでね、HP50 もあるからね、ヒ
械補強にエネルギーをつけて準備。ベンチにいる人らに水エネルギーをつけるんじゃ。あとは攻撃じゃが、ワンデキーの残り HP は10。アズマの角でつくの攻撃で十分じゃろう。僕はアズマの角でつくで攻撃じゃと。オーバーキルはしないってことですね。ダメップですね。まあ、確かにこの時、この時というかそもそもリバースカードという概念がないから、ここでの角でつく滝登りはどっちでもいいんだけどね。遊戯王と違うからね。トラップカードでなんかいきなり防御力上がるとかそういうのはないから。で、コラッタが出てきて、30だから倒せると思いきやラッタに進化。で、噛みつくで20ダメージを受けてしまいます。はい、こっちのターンです。スリープ!ポケモンが1匹もいなくなると負け。ベンチには引いた種ポケモンのスリープを出しておこう。スリープに水エネルギーをつけて技の準備。バトルバラ、アズマは滝登れて攻撃じゃ。さあ、やっちゃってみて、スリープってさ、そうだね。はたく怪しい光。で、滝登り。で、ラッタ次で倒せるかと思いきや、ここでまあそもそもアズマオが倒されてしまうんですね。よいしょ。気絶したポケモンの代にベンチのポケモンを出す。出せるポケモンはベンチにいるスリープかヒトデマンじゃが、ここはヒトデマンをバトル場に出しておくのじゃ。この時セレクトボタンで様々な情報を確認じゃ。手札や場の状態を確認するのは大切じゃぞ。さあ、この通りやってみるんだ。ヒトデマンを出します。自分の番。傷薬を引いた。ヒトデマンはスターミーに進化することができる。スターミーに進化した時の技の準備をしておこう。手札の水エネルギーをヒトデマンにつけておくのじゃ。攻撃はヒトデマンの平手打ち。平手打ちもさ、20食らうんじゃなかったっけ。1枚で20組か、これもね。ほい。でもやっぱ HP は40と低めである。万力万力につけました。万力、逃げるですね。ケタグリ。さあ、このままだとやられてしまいますが、ここで引くのはなんと、アズマオ。オーノー。ヒトデマンを回復。傷薬を使ってヒトデマンを回復して、ヒトデマンの左手打ちでターン終了。ほんと50強いよね。2回じゃ倒せない。万力につけました。ケタグリギャーさあ、今度こそスターミーですね。はい。さあ、ついに待っていたスターミーを引いたぞ。手札からスターミーを選んでヒトデマンに進化させる。今までつけていたエネルギーで技スターフリーズが使えるぞ。スターミーの技スターフリーズで攻撃じゃ。スターミーの技自己再生。自分についている未熟ダメージカードすべて取り除く。全回復か。いいね。水エネルギーつけちゃえ。さあ、フリーズ。麻痺判定持てない相手を麻痺だけど絶対麻痺。麻痺強いですよね。問答無用で動けないですからね。まあ、ポケモン交換しちゃったり進化しちゃったりしたら解けるんですけども。麻痺してる間は逃げることはできません。まあ、ポケモン入れ替えとかを使えばいいんですけど。マニキの残りは HP10。これでとどめじゃ。スターミーの技、スターフリーズで攻撃じゃ。これで相手のポケモンは気絶じゃ。最後のサイドカード引いてミサロの勝利じゃと。えい!マニキは気絶した。口が回らん。いつも言ってるぜ。はい、勝ちと。大体こんな感じで大切なのがポケモンカードじゃ。相手のポケモンをサイドカードの数だけ倒すゲームなんじゃ。簡単に説明すればこういうことじゃな。もしわからなくなったら味方くんに相談するんじゃ。もう一度練習をしてみるのもいいじゃろう。今は練習だから言う通りに操作してもらったが、他の戦い方もあるからな。普通に対戦で試すといい。さて、お前のデッキを作ろうか。カードは持ってきておるな。ミツタロは自分のカードをドクター小山に渡した。小山ってなんだっけ、マリオだっけ。さて、ミツタロウはどんなデッキが欲しいのじゃ。補充デッキを選んでください。いつも人影と友達デッキなんだけどな。たまには違うことしようかな。不思議だねと友達。いやー、ゼニガメにしてみようかな、今回。人影も火力高くていいんだけどね。
ゼニガメと友達デッキをゲット。30枚のカードをゲットした。あとは様々な人と対戦することじゃ。カードクラブに行くといろんなやつが集まっておるからの。そして、カードを集めて新しいデッキを作るのじゃ。さて、設定で、メッセージの速さは、対戦アニメーションはスキップありにした方が良かったよね。ね。さあ、早速、じゃあ、まず戦う前に、ミカサと普通に戦ってみましょうか。普通に対戦。でもこれね、変わんないんだよね、結局。結局、同じなんだよ。だから、あとは違うパターンで、行ってみようっていうやつですね。人手間を、じゃあ、今回は先に出すパターンで行ってみようか。相手がやってることは基本的に同じだから、人手間の平手打ち。ただ、これやると速攻で、あれなんだよね、死ぬんだよね、人手間が。で、水エネルギーを土佐キントにつけて平手打ち。これあんまり待ってると、確かね、ゴーリギーに進化してくるんだよね。で、土佐キント。で、アズマ王に なれるからなっといて。本当はならないっていうことも、あれですよね。状態上用にみたいな。狙ったり進化してきました。噛みつく。で、スリープに超エネルギーをつけておきたいけど、確か超エネルギーって来ないんじゃなかったかな。あとそうだよね、アズマオとあれスターミーってくるから、勝っちゃったけど、こっちの方がよっぽど早いんじゃないの？だってこれで勝ちですもんね。あら、こっちの方が無駄にターン消費しなくて楽でいいね。はい。こっちの方が早いらしいです。はい。ラッテ生かしたりとかで遊んでるとゴーリキ出てきて大変なことになりますからね。で、これは絶対エネルギーカードが入ってるやつですね。エネルギーカードが10枚入りで入ってるやつはランダムだった気がします。はい。ありがとうございます。さて、じゃあ行くか。で、水タイプのデッキをもらったんで、ファイアークラブから行きましょう。あれこれさ、B で飛ばせなかったっけ ?2 だっけ、ランド。このクラブも大したことねえな。まずファイアメダルゲットだ。これら伝説のポケモンカードはすぐにこのランド様のものだぜ。なんだ、ミツロじゃねえか、どこかしたんだ。できないか、もしかしてお前、伝説のカード狙ってるのか。もちろんだと思う。かあ、信じられないね。お前が伝説のカード、ああ、笑っちゃうぜ。いいか、よく聞けよ、このランド様が教えてるぜ。伝説のポケモンカードを手に入れるのはな。8つのクラブマスターと対戦して勝ち抜き、8枚のメダルを手に入れ、さらにポケモンドームにいる4人のグランドマスターと対戦して、その4人全員に勝たなくちゃいけないんだぞ。お前には無理に帰って寝た方がいいぜ。そうだな。何しろ伝説のポケモンカード俺様のものなんだからな。俺様はもう1枚目のメダルを手に入れたぜ。それじゃあな、ミツロ、その、なんだっけ、クラブによってね、戦える条件っていうのが結構決まってるんだよね。僕がファイアクラブマスター赤羽だ。君が伝説のカードを目指してメダルを集めているのは、なんだ、君は全然カードを持っていない。もっとカード、なんだっけそれ、カード集めてこいって言われてたよ。どうすっか。多分あれか、カード枚数か。そうしたらどうしようか。どっから戦うべきか。草はさすがに行きたくないし、アクア、バトル、大山、エレキ。ストーンも関係ないんだよね。草だったりするんだよね、結構。やっぱここからか。私がこのストームクラブのマスター現像だ。岩はいい。岩はいいよな、ミツロ。なんでお前もう名前知ってんだよ。岩は固く強い。何事にも崩れない。お前も私と対戦すれば、形が正しいことがわかる。さあ、勝ってくればいい。私との勝負はサイドカード6枚戦。私に勝たねば、ストームメダルを渡さんぞ。大体初めですね。さあ、行くぞ。さあ、デッキがよくわかんないけど、こらっとこれ下手したらワンタンキルされますね。とんでもないぞ、これ。大丈夫かな。高校でしょ。あ、やばい、やばい、死ぬ。これ、積んだぞ。20くらいますからね、弱点で。おい、あー、ニャス、なんでそうやって弱いやつ、しかもこいつ猫パンチのやつだろ。やばいやばい、弱く強いんだよ。ノーマルタイプ天敵だから。つらい。待って、やっぱいきなし来たの間違いだったか。まさきいいですね、2枚引きます。この頃のあれはこっちか、トレーナーカードは何個でも使えるんでね。猫パンチはそうですね、ランダムで20飛んでいくやつなので、リグダに2発当たれば倒せるね。でも水エネルギーが貴重なんだよなぁ。ラプラスに使いときたいけど。で、猫パンチ！にゃぁ！あちゃ。でも50あるから3回耐えら、てめえ。よくも、
コース、テレレレレレレン。くそ。にゃー、よくそこに行くね。まあいいんじゃない？いや、水エネルギー、ここ消されたのきついな。エネルギーリルブー強いな。おお、軌道はずるいって。岩落とし。あとはラープラスで、どうにかするしかないよね。ラプラス。猫パンチ！いけ！どこだそれ？リグダ、オッケー、いいね。リグダに行った方がいいぞ。リグダ早く倒しとかないとね、ダグトリオになるとまためんどくさいんだ。ポケモンカード結構速攻ゲーだったりするよね。あと運がすげえから。ゼニガメ。水鉄砲が銃しか効かない。岩岡は確か草が弱点です。でもこっちもあれだからね。岩落としが銃しか食らわないし、HP も高いから、ラプラスに頑張っていただきたいところ。違うな。こっちか、下か。水鉄砲は確か、水エネルギーじゃなきゃダメだから、ちょっとケイシーにつけとくか。どうしよう、ユンゲラーで止まってる分にはいいんだけど、多分、フーリーは入ってないと思うんだよね。絶対今、あれ、コイキングいる？この、ジュゴンか。進化系しかいねえぞ。しかもパワーが来てないね。あかん、相手の後ろがどんどん育っていくぞ、これ。もう、できればここでもう、水エネルギーを引いときたいけど引けない。ケイシー、多分、確かね、水エスパーだった気がするから、ユンケダーの再結構戦とかそういう系が。水ですね。エスパー無色だったような気がするから。はい、で、ここでイワークスだけど、ラプラスの HP 消費してしまいましたね。一回相手の、なんで、ディグダーがこれ30打ってくんだよね。あ、でもいい感じに。一発耐えられるだけの体力は残ったね。さて、こっから、おし、いいね、大きな風。プラスパワーないよね。プラスパワーないよね。プラスパワーないよね。傷薬、あー、猫パンチが。大丈夫ない？オッケー。とりあえず銃耐えた。でも、ラプラスはどうしようもないから、ユンゲラー来たのはでかい。ユンゲラー、ちょっと待って、一回手札を見ましょう。ね、超燃力、エスパーノーマルだから、ケイシー、これで進化させて、チートアイテム。大喜利博士っていうチートがあるから。まあ、カメックスは仕方ないね。手札を全部セット7枚。結構これ、どこにでもいますよね。パウワーウフトレマン、ポケモン回収、エスパー、ケイシー。ああ、そっか。じゃあ、ここはポケモン回収。その種ポケモンのカードを手札に戻す。進化カードでついてエネルギーは全て取らされるけど、ラプラスをここで回収して、ユンゲラを出す。で、ユンゲラにエスパーつけて、ラプラスを出す。そうすると超燃力が耐える。やった。これだいぶ形勢逆転したでしょ。2体は持っていける？で、確か進化しても大丈夫なはず。一発は耐える。泥かけ30食らっちゃう。で、相手の場に30叩き出せるのはリグダーがいるか。そしたら、次は、ラプラスを育てなきゃいけない。ああ、ここでの超自己再生は正直意味ないから、倒しとく。でもここでね、育ってたリグダーを持っていけたのは大きい。で、次のリグダー、このリグダーをどうするかだよね。ラプラス好きかな。なんかさ、いい感じに。待って、ゴースがさ、抵抗力だね。じゃあ、ゴースうまく使っていきたいね。で、催眠術が眠り、夢食い、そうだよね。ちょっと難しいよね。パウアウフトレマン、ケーシー、ワンデキ。こうやって出さないのは、下手に出して突風とかで殺されるのも防ぎたいんだけど、ちょっとゴース出しすぎてるね。あ、でもゴースは一応いいのか。いや、ワンリキーだな。ワンリキーに格闘エネルギーつけといてすぐ20出せるようにしとこう。え、水エネルギー足りないんですけど、これ本当にゼニガメデッキですか。うん、進化する？危ね。怖い怖い。エビちゃん！エビちょっと来んの遅えな。エビちょっと来んの遅えぞ。君なかなか強いはずなんだよ。で、水エネルギー引けない。引ければここでさ、20ダメージを叩き出せるんですよ。水鉄砲の効果が自分についてる水エネルギーの数プラスで入るんですね。確か追加が20までなんで、水3枚ってつければいいですね。水3枚ってつければ、30になりますね。いい、すべてか。
いいね。頑張れば一発で何事もなかったかのように見落とし、裏が出続けるまでなんで、どんなポケモンでもワンタン切りできますね。ね、格闘ばっかなんですけど、このデッキ見直してみますか。硬くなるは確か20、次受けるダメージをマイナス20にするとかじゃなかったっけ。このカードが受ける3周間ダメージは0になる。でもあんまり相手が使ってくるところって見たことないんだよね。で、そしたらここで20にしましょう。あ、怪しい光の方が良かったかな。怪しい光だったな、今。岩落とし。さて、ここはちょっと考え、あ、カメールか。カメールは水。水なんだったね。水ノーマル、ノーマルだった。エビちゃんがちょっとまだ攻撃が足りない。格闘が足りないからいけなくて。ラプラスが逃げるに2枚使う。逃げとっか。逃げといて。エビワラは確かジャブ20くらいよね。オッケー。昔のポケモンカードで俺もよくエビワラのデッキ使ってましたよ。やっぱ1枚の20だよ、強い、ね、強いのはね。ゼニガメを一応早く進化させておかないと、いつどっから何が飛んでくるかわかんないから。ここもね、格闘引けてればね、こういう時に限って格闘が来ない。育て屋さん？ゴローニャ！やばい。ワークって逃げる。まだ、ディフェンダーめんどくせえ。ディフェンダーは20だよね、確か。20だからこのターンは何もできないから。カメールに超エネルギー。確かゴローニャってさ、草弱点だよね、あいつもね。ちょっとゴローニャ見とこう。60って書いてある。60。自爆100。うーわ、どうすっかな、これ。エビアラって逃げるな。2か。うーわ、どうすっかな。エビアラで倒す。エビアラで倒す、倒される自爆でも大丈夫か。そしたらじゃあカメールだ。で、ジャブで倒しとく。で、ゴローニャが出てくるでしょ。で、ここはやられてしまうけども。岩転がりで60ダメージ。カメールって HP70 あるよね。70あるね。で、カメール出して、モンスターボールだ。あ、くそ！コイン投げて表ならデッキの、好きなポケモンのカード持ってこれますが。万力。よし、これで多分プラスパワーなきゃ勝てるっしょ。自爆したら相手も死ぬので、岩転がりで60ダメージ。あった！よかった！とりあえず1回でどうにか。越せたね。でも一応念には念を入れといて、ちゃんとやっておきましょう。よし、オッケー。ちょっとデッキ変えてえけど、まだ変えるだけのカードがない気がするぜ。見事だ、この私を任すとは。岩をも崩す勝負への執念見せてもらったぞ。この務めでお前ならば持つのにふさわしい。やった、1枚目。そっか、ゼニガメデッキだから水の弱点が雷で、雷の弱点って格闘だから、格闘を入れてるってことですね。この拡張パックを持っていくがいい。幻のポケモン。プテラブースター、サンダー、スリープ、タマタマ。ゲームボーイ限定のね、なんだっけ、こういうのってゲームボーイの専用だったりするんですけどね、後々カード化されたのもあったと思います。お、フリーザだ。フリーザはちょっとね、あ、エネルギーリムーブはいいですね。これが、相手の場のポケモンを1匹選ぶ、そのポケモンについているエネルギーカード1枚選び、トラッシュする。今、コイン投げて表じゃないととかですよね。フリーザ、こんな感じなんだよ。また対戦できる日を楽しみにしてるぞ。